NHK は不倫、路上、カーセックスを隠蔽しています。だから NHK をぶっ壊しますよ。丸山、穂高は入党しなさいよ。僕も不倫、路上、カーセックスをロシアでやろうとして国会で糾弾されました。そんな僕でもいいんですか？政治は数です。丸山、穂高の下半身はどうでもいいです。政党助成金を分けられます。そしたらロシアにカーセックスできますよ。じゃあ、穂高は入党します。またロシアに行ってカーセックスと戦争のけしかけやってきますよ。穂高さんはロシアと戦争したいんですね。というのは戦争を従っているおっさん多いんですよ。安倍もその一人です。だから日本国憲法を戦争憲法に変えたいと熱望してます。戦争を絡めれば N 国党の議員をもっともっと増やせます。NHK のぶっ壊しだけでは小さいので N 国党は戦争を目指す政党に脱皮します。わーい、わーい、わーい。カーセックスと戦争とできる、そして金ももらえる。わーい、わーい、わーい。カーセックスと戦争と金ももらえるって最高。男ってバカねえ。憲法の改憲かもってたくさんいるわね。安倍昭恵さんに報告しようと